こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日はやってはいけない筋トレ前の NG 行動3選についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はやってはいけない筋トレ前の NG 行動3選ということでお話しさせていただくんですけれども、トレーニングの目的はまあ人それぞれになると思うんですけれども、筋肥大、筋肉を大きくしたくて、まあ、トレーニングをされるという場合ですね、筋トレ前にそれをしてしまうと筋トレの成果がもしかしたら損なわれる可能性があるというふうに、まあ、私が考える今回3つをご紹介させていただきたいと思います。だからといって筋トレの成果がもう全くなくなるか、まあ、そういう話ではないので、筋トレをされる方は気をつけて注意していただければなという形で、聞いていただければと思います。まず1つ目、空腹で筋トレをするということです。空腹っていうとエネルギーが体に入っていない状態です。トレーニングをするのは当然ながらエネルギーが必要になってきます。筋肉のエネルギーっていうのは糖質になるんですけれども、それがないとですね、最大限力を発揮できないっていうことにもつながりますし、またですね、筋肉をつけたいんですけれども、筋肉にエネルギーがない状態でトレーニングをすると、筋肉を分解して糖を作り出してですね、これを糖新生っていう言い方をするんですけれども、そういった形でせっかく筋トレをして筋肉をつけたいのに、筋肉を分解しながらトレーニングしているというふうな、まあ、本末転倒な形になってしまうので、やはり空腹でのトレーニングっていうのはお勧めできません。ただし空腹でトレーニングを行うと体脂肪をエネルギーとして使われやすくなるとも言われているので、これに関しては減量、ダイエット、まあ、それぞれの目的によって決めていただければと思うんですけれども、あくまでも筋肥大をするっていう目的の方は、まあ、できるだけ空腹っていうのは避けていただければと思います。2つ目、筋トレの直前に食べないっていうことです。これは1つ目と逆でですね、筋トレの直前に食べてしまうっていう行為なんですけれども、食べると消化吸収されるわけなんですけれども、これにはエネルギーが必要とされます。消化吸収に、まあ、エネルギーを使って、で筋トレもしてエネルギーを使うという形になるので、消化不良をですね起こしてしまう、まあ、可能性があるっていうところが、まあ、1つ、まあ、それとは逆に消化活動にエネルギーを使われるので、筋トレでエネルギーが使われにくくなるというところです。さらにですね、食後っていうのは副交感神経が優位に働くと言われてますので、この副交感神経っていうのは、まあ、体がリラックスする時に、まあ、働く神経なんですけれども、今からですね筋トレを頑張ろうという興奮状態、逆の交感神経に、持っていくところが、まあ、食後なんで副交感神経が働いて、結果的に眠くなったり集中力が出なかったりっていう風な形で、私自身も筋トレ前に、まあ、食べてトレーニングする時にすごい眠気に襲われるっていう経験もありますので、まあ、やはり直前にですね食べるっていう行為は控えていただければと思います。ではトレーニングのね前にどういうものを摂取すればいいかっていうお話なんですけれども、普通のですね食事に関してはトレーニングされる2時間前ぐらいにとっていただくと、その間に消化吸収されるっていう形になります。ただし脂っこいものとかですね、消化の悪いものを摂取されると消化には時間がかかるので、まあ、そういったところは注意していただくといいかと思います。また、まあ、筋トレの1時間ぐらい前でしか食べれないっていう場合は、少し吸収の早い、まあ、プロテインドリンクであったり、果物の、まあ、バナナであったりですね、ご飯であってもしっかり咀嚼して消化を良くする状態で摂取いただくことをお勧めします。まあ、さらに、もう直前まで何も食べれなかったという場合でトレーニングしないといけないという状況であれば、アミノ酸の、まあ、飲料であったりブドウ糖の飲料ゼリーの、ものであったりっていう、まあ、さらに吸収の早い、
消化に負担のかからないものを摂取いただくといいかと思います。最後3つ目は長時間の有酸素運動です。有酸素運動って言っても長時間、さらに言うと強度の強い有酸素運動ですね。息が上がるはは、いうぐらいの運動強度で20分以上ですね、行うっていうのは筋肥大、筋肉トレーニングの、効果を、損なわせてしまう可能性があると考えます。筋トレでですねしっかりエネルギーを使いたいのに、有酸素運動でそのエネルギーが、使われてしまって本来、筋トレのパフォーマンスっていうのは発揮できない状況になるというところなんですけれども、これもですね有酸素運動の目的によって、変わってくると思うんですけれども、心肺機能をつけたくて有酸素運動を優先されたい場合は最初に持ってきていただくのも OK なんですけれども、その場合ですね有酸素運動が終わってから、吸収の早いアミノ酸であったり糖質をしっかり栄養摂取してから、筋トレに入っていただいたり、またはですね有酸素運動って結構歩いたり走ったり、自転車を漕いだりということが多いと思うので、下半身の筋肉っていうのは使われやすい状態なので、そういう場合は上半身のトレーニングを行っていただいたりっていう風にしていただいてもいいかと思います。あと脂肪燃焼っていうところを目的にする場合は筋トレの後に有酸素運動をしていただいた方が有効と言われています。これは筋トレでですね成長ホルモンが分泌されて、この成長ホルモンっていうのが中性脂肪を分解すると言われています。ですのでその状態から有酸素運動に入っていただくとより脂肪の燃焼が効率よくされると言われているので、脂肪燃焼を目的とされる方は筋トレ、有酸素という形で組んでいただくことをお勧めします。ということで、今回はやってはいけない筋トレ前の NG 行動ということなんですけれども、やはりね冒頭にも言いました通り、これをしたからといって筋トレの成果がなくなるっていうことではないんで、そういったところにやっぱ縛られてしまうと筋トレ自体窮屈になってですね、続けにくくなったりもしますので、あくまでも筋肥大を効率的に行うために、トレーニングをする前に注意していただく、ポイントだというふうに捉えていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでもお得な情報、セール情報等も配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。